丸目長重は、戦国時代の相良氏の家臣で、江戸時代初期の兵法家、上泉秀綱なので主として、四天皇の一人とも数えられ、大捨てる兵法の流祖。通称はクランドスケ、または岩見守るであるが、高壇等で用いられた丸目倉人の名で広く知られる。本生は藤原を称し、皇は通る際、晩年は剃髪して岩見入道を通る際を名乗った。 天文九年に、当時は、相良市の両国内であった、肥後国や津城軍や津城で誕生した。父は丸目、与え三衛門城、母は赤池伊豆の女と伝えられる。工事元年、薩摩兵が大畑に攻めてきた時、父と共に戦い、初陣で武功を挙げ父と共に、丸目の苗字を与えられた。工事二年、肥後天草軍の領主の本土城主、 天草伊豆守のもとで、二年間、兵法の修行を行った。永六元年に上落。新影流を創始した、上泉の仏名に指示し兵法の修行に励んだ。三年の修行の後、伊勢守門下四天皇に数えられるまでになった。その後、室町幕府将軍の足利義輝の前で、上泉が兵法を上覧したとき、の上泉の相手として、を務め、 義してるより死と共に感情を与えられている。大木町天皇を前に剣儀を見せた際にも同様のことを行ったため、本朝武芸商殿では長茂を近帝北面の死とされているが、見足した事実は確認されていない。帰京した長茂は、新陰流の指南を相良ら家で言った。A69 年に弟子の丸目、小峠人志、丸目、吉兵衛。 木の黒大江門を伴い再び上落したが、上泉は上野に帰国中であった。そこで長篠は、あたご山、西岸寺、清水寺で、兵法天下一の考察を掲げて、諸国の武芸者や通行人に真剣勝負を挑んだが、誰も名乗り出ず、勝負することなく帰国した。A60 年、兵法天下一の考察の件を知った上泉は、上泉伊勢守の仏なのなで、 殺人党たち、殺人剣たちの因果状を書いて与えた。再び帰郷した際に、相良家に仕官したが、a 6十2年に、薩摩兵出水の首相の島津家久が、大口城を策を用いて攻めたとき、策に乗せられた長重の主張に従ったために、相良側は敗戦。多くの将兵を失って、大口城も落城した。敗戦後、 サガラギは長重にその攻めを負わせて、筆足というかなり重い処罰を下し、事実上、武将として立身する夢は絶たれた。その後、長重は、標法修行に先進。九州一円の多流の標法を打ち破り、そのことを知った上泉より、西国での新陰流の教授を任されている。上泉が、新たに工夫した立ちを学ぶために、弟子を伴い再び上落するも、 上泉はすでに死去しており、落胆式国した長重は、昼夜鍛錬し数年の後、大捨ステルを開け流したと言われている。すでに、島津市の軍門に下っていた相良氏は、肥国間軍の一軍を領するだけとなり、さらに、豊臣秀吉に服属した。天正十五年に長重は歓喜を説かれ、再び、相良氏に仕えることとなり、大捨ステルの剣術指南として、 シムシル117国を与えられた。タイステルは九州一円に広まり、相良家中だけでなく、だにも弟子や門人が多数おり、武将の鎌マ明弘や立花ムネシゲ、ナベらも門人の一人で鎌マには秘伝を授けている。晩年にはトールサイトを行師、雪原屋の開墾に従事しながら隠居生活を送ったという、剣術以外創術、 なぎなた術、馬術、忍術、手裏剣を精通。また、書、和歌、姉妹、笛などにも優れた才を示した教養人であったという。寛永六年に死去。享年八十九。法名は、雲山春流古寺。墓は、熊本県熊群近町霧県や道山にある。ありがとうございます。